モータリゼーション、モータリゼーション、モータリゼーションとは、英語で、動力化、自動車化を意味する言葉で、すなわち自動車が社会と大衆に広く普及し、生活必需品化する現象である。競技では、自家用乗用車の普及という意味で言われることが多い。国立国語研究所では、その、外来語言い換え提案の中で、車社会化という代替表現を提示している。 モータリゼーションは国家、地域の枠において経済力、工業力が一定の水準に到達すると急速な進展を見せることが多い。モータリゼーションの進展と GDP との間には性の相関があり国民の年収のおよそ1、3で自動車を購入できる水準になるとモータリゼーションが進む。また所得格差を示す辞に係数が小さいほど 普及率が高まるとされる。先進国では20世紀にモータリゼーションが進んだ。モータリゼーション成立の背景には共通点もあるもののアメリカ合衆国と日本など各国で成立の背景は異なっている。モータリゼーションによって自動車利用が増加し利用形態が発展、多様化することによって都市の発展や 基盤整備には大きな変革の圧力が発生する。例えば道路交通網は、モータリゼーションの発生により急速な進歩が求められ、都市部は急激に拡大、周辺の衛星都市や都市間を結ぶ道路網の発達も加速させる。また、大衆車の発達と普及は、モータリゼーション推進の上で重要な原動力となり、多大な影響を及ぼす。 近年の例としては、東ドイツにおいて、ベルリンの壁崩壊前は、一般大衆向けの乗用車、トラバントが、極めて入手しがたいものであったため、西側経済圏で、戦後の経済発展を遂げた、当時の西ドイツほど交通網が、大衆の自動車利用に対応していなかったところへ、東西ドイツ統合後は、自動車利用が一気に拡大したことにより、 都市の道路整備の拡充が追いつかずに大規模な渋滞が発生するようになり、市民生活にも支障をきたしているとされている。モータリゼーションは都市部や上土だけでなく、地方や過疎地の生活にも大きな変化をもたらす。高規格道路の整備が進めばより大型の輸送車両が使用可能になり、流通コスト、所要時間が大幅に変動することで、産業や それを支える物流の形態にも大きな変化を発生させるほか、人口の流入、流出も加速させ、さらには自動車産業の発達に伴う景気の上昇といった経済上の変化の発生要因ともなる。このような先進国の事例のほかにも、現在でも多くの国でモータリゼーションが進行中である。しかし、特にモータリゼーション初期段階の国においては、 交通安全に寄与する社会的なインフラがハードウェア面、道路設備などにおいてもソフトウェア面、交通マナーの普及などにおいても不足していることが多く、人口あたりの交通事故の発生率が急激に上昇する傾向がある。日本でも、一時期、交通戦争が大きな社会問題となった。また、モータリゼーション初期の国においては排出ガス対策も往々にして不十分であり、 大気汚染など都市部を中心に深刻な環境問題を引き起こすことがある。また、自国に大規模な自動車製造メーカーがある場合には、外資てモータリゼーションの進展とともに、主要自動車メーカーの経営陣や自動車業界団体が在界、正界で大きな発言力を持つようになり、自動車業界の動向が国家の経済、運輸、 国土整備などの成長戦略にも影響を及ぼすようになることもある。大量生産時代の幕開けの象徴とされる、フォード社の T 型、フォードモデル T の生産は1908年に開始された。1927年の生産中止までに約1500万台が販売され、当時の馬車の数と入れ替わるほどの革命的商品であった。 フォード T 型はベルトコンベア式の大量生産によって安価な価格を実現し、当時のアメリカでの労働者の平均年収600ドルに対してフォード T 型は850ドル、後にさらに値下げで販売された。またフォード T 型は農機具の修理技術があればユーザーが自身で修理できるような構造で設計された。ところがヘンリーフォードの品質の確かな商品を安く、 販売するという考え方は1920年代になって行き詰まった。自動車市場の飽和状態によって、買い手の中心が買い替え客へとシフトしたため、同じシンプルなスタイルのフォード T 型は、買い替え商品としての魅力に欠けていたためである。フォードに対抗して、ゼネラルモーターズ、GM は重複する、車種体系を整理するとともに、定期的なモデルチェンジによる買い替え需要の換気を、 促した。また、ヘンリー・フォードは、自動車は、お金を貯めて買うものと考えていたが、GM のアルフレッド・スローンは、下取り販売や分割払いを積極的に導入し、1920年代後半に、GM はフォードを抜いて、世界一の自動車会社となった。1937年にはアメリカでの自動車、生産台数は、約400万台に達し、 この頃にはアメリカでのモータリゼーションが完成したとされる。ヨーロッパ各国でも1930年代にはモータリゼーションが始まっていた。特にドイツのアウトバーンの整備はヨーロッパのモータリゼーションを一気に加速させた。日本では1964年の東京オリンピックの直後からモータリゼーションが進んでいった。道路特定財源制度等を使った高速道路の 拡張や、舗装道路の増加等の道路整備、一般大衆にも、購入可能な価格の大衆車の出現、オイルショック後の自動車燃料となる、石油低価格化などによって、自動車が利用しやすい環境になったことが、原因であろう。一方で鉄道の側においても、高度経済成長期後半以降は、特に国鉄において、大事故が続発したこと、 赤字経営のためたびたび運賃が値上げされる一方で多くの既存路線の高速化が進まず鋭い労使対立による現場の後期の乱れやストライキ、巡法闘争の乱発による運行の不安定化、鉄道車両、鉄道駅などにおけるサービスの停止などによって鉄道離れを加速させた。自動車検査登録情報協会の資料によると2010年3月末の 都道府県別の自家用乗用車1世帯あたり、保有台数は福井県が1位となり、以下と山県、群馬県、岐阜県と続いている。一方、再開は東京都で大阪府、神奈川県と続く。上位となった県に共通する主な要素としては、農産漁村や小規模都市など、鉄道や路線バスといった公共交通機関が衰退してその利便性が低い。 地域が多いことが挙げられ、外してこのような地域では、自宅や企業、事業所、小売店舗などで駐車場の負担も進んでおり、通勤や買い物などの日常生活に自家用車が欠かせない。また鉄道や路線バスはおろか、コミュニティバスですら、すでに廃止された地域もあり、地方における公共交通機関の衰退は著しいものがある。このような地域では、タクシー業者は存在するものの、 大都市の都心部のそれと比較すると規模が小さい、営業時間が短いという実情から日常の足として使用するには力不足である場合が多い。そのため、このような地域では運転免許を返納した高齢者や免許を持っていない成人や未成人の場合でも上記のような実情から身内や知人の車による送迎で通勤や買い物やレジャーを行うケースも多い。 これらの地域の学校、特に大学などの高等教育機関では、公共交通機関の利便性の低さによりその、学生の円滑な登下校に支障をきたして、学生生活に悪影響が及ぶと、学校側が判断した場合、運転免許取得対象年齢となったそれらの、学生に対して条件付きではあるが、自動車による通学を許可する場合もある。これらの地域の公共交通機関において、 貴重な収入源となる運転免許を取得できない年齢の学生ですらも公共交通機関ではなく身内や知人の車で峠行するケースも少なくない。このように過度に車社会化の進んだ地域では精力的な道路整備が進められたにもかかわらず通勤・帰宅ラッシュ時や峠行時間帯は道路混雑が慢性的に発生している。 一方で東京など、海の都府県は、人口の多い都市部を中心に鉄道を中心とした、公共交通機関やタクシーが高度に充実し、利便性が高いこと。それらの都心部では、自動車を維持、運用するコストが高くつく上、自家用車の利便性が著しく低い、契約、時間がしともの駐車場料金の高額さ、利用先での駐車場難。 渋滞及び信号待ちに伴う自動車平均速度の低さなどことなどが理由として挙げられる。2000年代以降は長期不況や価値観の変化、都心回帰の流れなどを背景に自家用車を保有しない傾向、車離れが大都市、特に首都圏や京阪神において目立つようになった。自動車保有率の低下は、 東京の都心周辺に住む若者に顕著だが、多摩地域や阪神館など、公共交通が比較的充実した大都市圏郊外部、あるいは都市部の中高年層にまでその傾向が及び始めているが、高齢化社会に伴う諸問題、買い物難民、ブレーキとアクセルの踏み間違え事故などや、コンパクトシティを施行する動きとも絡み、今後の動向が注目されている。全国平均。 1.080、広大な面積を誇り、三端地の衰退とそれに伴う北海道自体の人口減少と、相まって鉄道路線の廃止が進み、北海道の国鉄の大半が赤字路線となり次々と廃線に追いやられ、JR 北海道に転換後も、函館本線の上砂川支線、新名線、旧地北線の経営を引き継いだ、第三セクターの地北高原鉄道、 エサシ線が廃線となった。さらには2016年に、ルモイ線のうち、ルモイ駅マシケ駅間が廃止された。将来的には、ルモイ線前線廃線も検討されている。また、赤小線の新ユーバリ駅ユーバリ駅間も2019年以降の廃線が決定している。その一方で高規格幹線道路の整備は、着実に進み廃止が検討されている。 ルモイ線の深川駅ルモイ駅間に並行して、深川ルモイ自動車道が1998年から、関北本線に並行する旭川、門別自動車道が2002年から順次開通していき、鉄道から自動車へのシフトがさらに進んだ。他地域同様、郊外型ロードサイド店舗が増える一方、都市中心部の商店街が衰退し、郊外においても、 地区唯一のスーパーマーケットが閉店するなど、俗に言う、買い物難民の高齢者世帯の増加が深刻化している。出前商店街などの移動販売、宅配、買い物代行、デマンドバスによるアクセス支援、市民共同による店舗誘致活動など、行政その他で隠し取り組みが行われている。関東北部における、両モデル立ち体と呼ばれる地域は、日本でも、 早期からモータリゼーションが発達した経済圏を形成している。この地域は、関越道本城小玉 IC 高崎 JCT 区間、東北道佐野藤岡 IC 加造 IC 区間、北関東道高崎 JCT、大滝流 IC 区間、国道17号、国道125号、国道5十号といった道路群によって、ほぼデルタ型になるように囲まれており、その証券は、 群馬県南東部、内太田、伊勢崎、立林と前橋、紀流南部の一部、高崎東部の一部を中心に、栃木県安足地区、内佐野、足利南部の一部、埼玉県北部、通称先北、西北、内羽ブ、行田、加蔵と深谷、本庄、熊谷の一部に及んでいる。立林市は1987年1月から、 市内の路線バスがすべて廃止になり、全国でも唯一のバスなし市になったのをはじめ、現在では広域公共路線バスが運行、各地で廃止代替バスへの転換が相次いだ。現在も群馬県民の交通手段は過度に自家用車に依存しており、例えばわずか100メートル先の場所に行くのも車を利用するのが26%、車を持っていない高齢者は、 他の人の車に同乗するのが主流。また高校生の通学には親に送迎してもらうのが約60%という自家用車市場主義のため、群馬県の公共交通依存度はかなり低く3.5%でしかない。これは同県が愛知県や広島県と並んで自動車関連の製造が基幹産業となっていることも影響している。日本最大の自動車メーカーである。 トヨタ自動車が本社及び工場、愛知県各地を構えるほか、ホンダ儀県、三重県鈴鹿市や鈴木、静岡県西部、三菱自港、愛知県岡崎市が工場を立地するなど、下請けなどの関連企業が多数所在し、自動車産業が経済基盤となっている東海地方では、日本で最も早くからモータリゼーションが発達し、最も早くから郊外型ライフスタイルが、 浸透していった地域である。そのため、かつては多数の鉄道路線が存在したが、現在では多くの路線が廃線となり、名古屋県など需要が見込める地域のみに路線が集中している状況である。しかし、前述の背景から、東海地方を代表する大手市鉄の名古屋鉄道ですら、その輸送密度は、名古屋県よりも人口の少ない福岡都市圏の西日本鉄道に、 対して劣っている。過疎地域だけではなく、大都市内やその近郊でも、鉄道の廃線や、存続問題はたびたび話題になり、2005年には、名鉄岐阜市内線が、2006年に東下台、新交通東下台線が、それぞれ廃線になった。こういった現状に対し、名古屋市は、機関バスの導入などを行い、公共交通の利用促進を図っている。 四国は高速道路の整備が遅れ、1980年代以末になっても香川県、高知県のごく一部の区間しか開通していなかったが、1990年代に入ると高速道路の整備が急速に進み2000年3月には、以下は池田 IC 川の江東 JCT が開通したことで、四国の高速道路ネットワークは完成の域に達した四国8のアザネットワーク。 さらに1998年に、明石海峡大橋が開通したことで、京阪新地区に直接道路で行けることになり、鉄道、航路のマイカー、高速バスシフトに拍車をかけた。高速道路網整備と反比例するように、JR 四国の輸送人員は減少を続け2018年度は1988年度に、比べて3割も減少した。沖縄県は、 戦前には沖縄県営鉄道などの軌道系交通機関があったが沖縄線により破壊され戦後も復活することはなく2003年8月の沖縄都市モノレール開業まで軌道系交通機関がなかったそのため沖縄の交通は道路に一元化され1970年代まではバス交通が発達したが1978年の 右側通行左側通行への通路帯変更、いわゆる730からは自家用車が急激に増加し、それと半比例してバス利用客が減り沖縄の主要交通の大半を自家用車またはレンタカーに依存する形となったため、現在那覇市の渋滞は全国でもワースト12までなっている。また、沖縄県には主要バス事業者が4社あったが、2000年代に 沖縄バスを除いて倒産する事態にもなった。沖縄県では渋滞を解消するため、モノレールを軸とした公共交通機関の再編、パークライドの推進等を進めている。自動車によるモータリゼーションの進展によって、以下のような現象が発生している。排気ガスからの二酸化炭素排出や高齢化社会の進展による運転事故の多発など、 車社会の問題点が近年多く浮上している。そこで、モータリゼーションからの脱却への動きが起こっている。モータリゼーションそのものに強く反発する論者は、自動車総量規制によって、自動車そのものの数を減らすべきであると主張している。日本はモータリゼーションが進んでいるものの、東京、大阪の両大都市圏で、公共交通の利用度が高いことなどから、2002年、現在で、 先進国の中では自動車への依存度が最も低い水準となっている旅客輸送人気路で見た鉄道のシェアは日本が27.0%、イギリス6.4%、フランス5.6%、アメリカ0.6%などとなっている。日本では東京圏、大阪圏の都市鉄道及び新幹線に関しては他の交通機関や他国の鉄道と比べて 非常に利便性が高い路線網の密度、列車本数の多さ、スピードなどについていずれも優れていると言える。一方で地方部では鉄道は不便で自動車なしには生活が困難な場合が多く、中小規模の都市で比較するとドイツ、スイスなどの方が公共交通が便利な場合が多い。日本では気候変動対策、地球温暖化防止、 超高齢化社会への対応から車社会からの脱却を図る動きが出ている。アメリカ合衆国のオバマ大統領や韓国の李昭弘大統領の唱えるグリーンニューディール政策の理念と似る政策といえる。EU においては高速鉄道以外の鉄道も含めた高速化が積極的に推進され EU 全域をカバーする高速鉄道網の構想も立てられている。 自動車依存度が非常に高いアメリカにおいても高速鉄道を新設する計画が打ち出されている。日本では新幹線の高速化、新線延長がなされ、リニアによる中央新幹線の構想も具体化しつつある一方、在来線の最高速度については一部の例外を除いて時速 130km に限定され、最高速度のさらなる向上は困難な状況である。また、 欧米諸国では路面電車の進化型であるライトレール LRT が注目されており多くの都市で復活、新設が行われている。日本でも国土交通省が LRT 次世代型路面電車導入を支援している。ただし日本でここ20年間で LRT が開業した都市は2006年に富山ライトレール及び2009年に 富山市内機動線と山都新線が開業している富山市が唯一の例であるが欧米ではこの間に50を超える都市で LRT が整備された LRT の新設構想や計画がある都市のうち宇都宮市が導入に積極的に動いたことで宇都宮ライトレールの新設に至っているなお日本国内では 自動車関連の産業が国内経済の内重要な役割を占めるため、モータリゼーションからの転換が進めば、自動車の販売、自動車用品の販売及びガソリンスタンドの売り上げが低迷し、国内経済の低迷に拍車をかけることになるが、そのことについてはあまり議論されていない。テレビ、全国紙などの大手メディアは、 自動車メーカーなどの自動車関連企業から巨額の広告費をもらっているため、モータリゼーションを肯定する報道になりがちである。2009年3月から2011年6月まで ETC 搭載者に限った大幅な料金割引、いわゆる1000円拘束が実施され、さらに社会実験として2010年6月から2011年6月まで、 高速道路無料化が一部路線で実施されたが、その時の特に、テレビ報道はこの施策を肯定する、報道一色で、渋滞多発や公共交通機関への影響を報じることは、ほとんどなかった。また、徳島新聞は、社説で、整備新幹線の建設は見合わせてはどうか、2013年12月25日付、と主張する一方で、 新たに税金を注入しても千円高速を存続すべきだ。2011年6月15日付、さらなる高速道路建設を望みたい。2015年3月14日付、などと道路中心主義に偏った持論を展開していた。2005年の名鉄岐阜市内線廃止の際の報道に、関しては路線に対する思い出など、教習意識で行き過ぎたモータリゼーションに対しての、 見直し論や欧米をめぐる路面電車の再生ひいては公共交通機関のあり方については地元の中日新聞を含めてほとんど報じられなかった。この岐阜市内線の廃止については海外メディアでは今時珍しい廃止と皮肉交じりに報道されたがこの事実は日本のマスコミではスポンサーへの配慮から全く報じられなかった。楽しくご覧になりましたら 購読と良いです。クリックしてください。